じゃあ、ゆうです。パーザーのオリオンです。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。お久しぶりのパーザー動画でございます。ちょっとね、コミュニティに書かせてはいただいたんですけど、最近天候のね、気圧に弱くて、僕、そこがもう、もろに来てるのね、結構ゲーム実況者の方、他のコンテンツの方でも、ゲーマーの方ってあるんかな、ちょっと画面酔いとか、そうですね、なっちゃいがちなんですけど、僕もなっちゃって、この前生放送した時ぐらいからな、友達と喋っとるみたいな。ちょっとまず、だいぶ、2回かける2なんですけど、はい、もう良くなってきて、昨日ガチャ動画撮ろう思ってんだんですけど、はい、まあ、ネタをして、はい。ということで、はい、今日1日遅れの、ガキンアカウント芝居までやっていきたいと思います。何が1日遅れっていうのと言いますと、お伝えしますと、こちらです。ランク。メモリアルリセットされましたね。はい、今回もメモリアルリセットされたんで、リセットされたメモリアル。はい。引き裂いちゃう。何かおかしいな、さっきから。メモリアルガチャ引いていきたいと、早速ね、思います。はい。まずはランク150メモリアルガチャ、メモリアルガチャから、はい、引いていきたいと思います。なんだっけこれ。はい。取れてるよ。押し、あ、押しちゃう。全然お話にならんわ、これは。フレイヤ？フレイヤーじゃないね。フレイですね。あー、なるほど。超転生枠になるんか、ちょっと僕、石集めして、あれ、マニアック進めたいんで、まあ、ここら辺は、あんまりね、150に期待されてる方も、あんまいらっしゃらないですよね。この1000とか1100ぐらいの方だと、まだ行ってはると。それでは、250のメモリアル。いきます！ランク250になったらいつだったっけ？フドミョンですね。フドミョン、一時期、フドミョンでしたね。何だっけ？フドミョン、流行りましたっけ？これ10時やったんで僕、あ、10時あれか。剣心と斎藤はじめの時代に、フドミョンが出てきたんやったっけな？忘れた。ちょっと忘れましたね、あれ。それでは、こう、ランク500がね、当時は4時やったんですけど、僕、一時期ね、多分あんまり、皆さんも500に用事があらはる方ってそんなにいらっしゃらないんじゃないかな、と、思いますけど。まあ、図鑑が埋まってくれればな、ぐらいのコンプでじゃなくて、もう何言ってるかわからん間にバルバロッサやったっけ？バルバロッサ3体目出ましたね、あ、こんだけあんのね、今。あ、つか図鑑埋めしようと思ったらドット進化も作らなあかんのか。つかバルバロッサのブレスレットなんかできてるやん。テラーオーシャン。乗るしかない、このビッグウェーブ。700行きましょうか。はい。700メモリアルガチャ。700からあれかな、メモリアルはフェスゲン出るんかな？いや、150も250もあれか。500だけか。カニゲン、懐かしい、ビキビキですね。カニゲン欲しかった。オッケー！おっし！カニゲン。カニゲンじゃないけど、演出の誇張表現ですね。なんか言おうと思ったんですけどね。演出の誇張表現って何やねん。覚醒ヘスティア。あ、ここ転生もできるんですね。まあ、ランク700のブレイズピラーとしてはちょっとヘスティアですね。で、800、ここ800くらいあれか。もう、フェスゲンか。フェスゲンね。はい。いきます。はい。こっからも安心して見られますね。はい。安心して。演出の誇張表現ですか。もうなく、フェスゲン！俺のこの手が真っ赤に燃えるみたいな感じしてますね。よう見たら。ファガン先生ですね。
ファーガンは、そう、武器にしてたんか、武器にしてたんかってちょっとなまっちゃってましたけど。おー。持ってる、持ってる、持ってる。シンクロできるってこと？え、なんでよ。持ってるって。未達成でした。はい。それではここから900も、はい、900もあれですね。はい。はい。未達成、条件未達成とかなんかちょっと恥ずかしいこと言われるんで。ここも演出の誇張表現はございません。ベロワの帽子。シャツ。ダンシングダークですね。はい。あー、ベロワは、あ、そうか、これも作れてなかったんか。魔工場。魔工場。ダンシングキャッスルになるね。やっぱキャッスルですもんね。魔工場言うぐらいだから。ダンシングキャッスルしましょうか。はい。それでは、あ、お察しの通り、スーパーゴッドフェスガチャとガンホーガチャ、ログインスタンプ、今日、丸かぶりしたんで、はい。こちらも引いていきたいと思います。1000の、1000達成したんで言っちゃったかな？忘れたな。はい！ランク何切り版でなんかね、ちょっと記念日とか欲しいっすよね。見れるの。はい。おー、ラベル。ちょっとこの、はいを合わせようとしたらの、タイミング見失うっていうリズム感って全くないわ、ダンシングやったのに。ラビリル、ラビリル、ラビリルはね、この前でなんか無料化出たんですけどね。これともう一個何かしらイースターエッグ作れますね。何かしらイースターエッグ作れるんで、とりあえずちょっと、こうしてこう。はい、OK。さあ。で、1100と。ランク1100メモリアルガチャ。これ運良かったらあれですよ。なんとかガチ度は出るんでしょう、ガチ度は。狙いましょう。より、弾けるように。はい！はい、ここ演出の誇張表現はないですね。はい、誇張表現はないですね。びっくりしました。びっくりしました。じゃなくて、いやー。また来たか。僕あれなんですよね、11周年やったっけ？パズドラが11周年の時、ほぼほぼヨルトナやったんで、もう、ちょっと待って、また鼻出るわ、もう、パトちゃんは鼻出るわ、ごめんなさい、また鼻出るわって、僕鼻出そうになって、一回これ、カットしてるんですよ、オープニング。撮り直ししてるんですよ、これ。テイク2なんですよね。もう、ユニオンズドライブマリンと、もう、モードチェンジトリプルウェポンズと、アルティメットバスターまで行って V 破壊も覚えたウルトラさん、ウルトラさん、あ、そうかそうか、オメガも回ってたらあれちょうど色合ってるんですね。はい、じゃあここからね、ガンホガチャ聞いていきたいと思います。尺何分喋ってる、なんか僕そんな、なんか寄り道しまくってめっちゃ喋ってるわ。それではガンホガチャレベル2、レベル2じゃなくてステージ2、あ、シーズン2、何でもいい、 OK。 おお、ここはね、誇張表現とかないですからね。あら？村正？黒天の鬼、神楽姫、紅葉。漢字難しいで。黒百合でいいんや。あ、黒百合変えるもんやっぱあるかな。卵率、ドロップ率、卵率ちゃうわ。また離れそうなんだ。卵率や、卵で落ちるんやけど、ドロップ率がアップね。V 破壊、はいはい。はい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 。また非属性がこのアカウント。じゃあ、これ無料の、本日のスーパーゴッドフェスガチャ。あらあらあら、ソラボックス、やっぱ最近ボックスパンパンなんですよね。ちょっと整理してきます。はい、整理してきました。反応集とかいうのもね、もう6日目か7日目ぐらいまで続かなかったっすね。ちょっと本当に。あれはね、反応してみせましょう。はい、何も言わない、はい、風神さん、風神、
封筒の選手利権出たよ。あ、風神だけでもこんだけ図鑑埋められるし、あ、まあ図鑑埋め、行ったって抵抗あるけど、まあ、前向きに捉えたらそういう捉え方もできますね。それでは、それでは、こっからは、ちょっと、またちょっとお久しぶりなんで、ね、いろいろ喋りたいんで、はい。動画視聴1回ガチャもちょっと回してみせまーす。見まーす。はい。それでは1回見てみます。はい。この後、1回だけね、石使ってガンホーも引いてみたいと思うんで、ガンホー引いてみたいとか怒られるかな。はい。ミズピー。はい。なんか僕今、ミキティーみたいになってましたね。庄司さんみたいになってましたね。はい。OK。OK。じゃあね、こうなったらもう出へんでしょ。神キラー。はい。はい、それだ。ミキティー行きましょう。怒られるわ。もうそんなん言うか出えへんねんて、ほんま。おー、今となったら70体目。僕ね、ここだけの話、4回とも教習所の話出ました。今年免許の更新ってきました。よろしくお願いします。はい。まあまあ、潜在枠埋めとしてね。はい。それでは、どっから見るんやったっけね、これ履歴で5履歴10個ちょうど無料配布10個あるんで、ラストここで締めくくらせていただきたいと思いますね。ここでガンホーコラボガチャ2、誰が出るでしょうか。それでは今日のゲストはこの方です。噛むか。それではこの方です。はい、どうぞ。これはダイヤだよね。お、どうだ。もしか。はい。はい。はい。いやー、この前出たやつ。どんだけこのあれ、ラクシュミルドラ効かないよーん。破壊の力。吉兆と破壊。あー、ブッキー。同時に使うことあるんかな。それでは結果見ていきましょう。はい、こちら結果ですね。扉魔はクリアして、ヒレツ様ですね。フレイヤ、フドミョン、バルバロッサ、ヘスティア、ファガン、ベロアの帽子、なんとかダンシングキャッスルとラビリルとウルトナと、紅葉と風神とルシャナ、ラクシュミ&ルドラ。覚えたでしょ？皆さん、よかったら、はい。僕が覚えてるかどうかコメントもくださると嬉しいです。はい。はい。それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん。ありがとうございました。もしよかったら動画の感想や皆さんのメモリアルの記念の品をね、記念の品ってメモリアルガチャ何出ましたとか、はい。あとは何年ガチャだとか出ましたとかね、いただけると嬉しいです。それも僕もハートポチ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 いきますんでね。あとは、そうですね。10億の生放送お付き合いください。ありがとうございました。めでたくじゃなくて、おかげさまで、メインアカウントは、ちゃんと10億取れましたんで、はい。よろしくお願いします。はい。あとは、そうですね。ちょっと最近ね、ありがたいことに、いろんなところで配信とかさせてもらってるんで、僕は皆さんもですけどね、はい、僕より一層体調ね、管理に気をつけて、はい。なるべくコンスタントに動画か配信とパズドラね、お届けできるように、はい。ちゃんと、はい。まっとうな生活をしていきたいと。まっとうな生活、ね、体調管理していきたいと思います。皆さんもお体にご自愛くださいませ。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでした。それではね、チャンネル登録まだの方は、ポチッと。あと、評価も。あと、概要欄の SNS、何かお気に召したものがございましたら、フォローしてくださると嬉しいです。それじゃあね、バイバイ。